いらっしゃいませ。おっとりエディターです。今日はですね、前々回の動画で新着コーナーで少しだけ紹介してですね、大変多くの方から反響があったギターを紹介したいと思います。特にヤマハ好きの方には必見でございます。ということで本日紹介するギターはこちらです。ヤマハ LL86 カスタムでございます。この LL86 というのはですね、ヤマハの LL シリーズの中で最高モデルでございまして、完全受注生産品でございます。憧れた方も多いのではないでしょうか。しかしですね、今回こちらの LL86、通常の LL86 ではないんです。この LL86 カスタムをさらにカスタマイズしたスペシャルな LL カスタムとなっております。こちらはですね、2018年製となっておりまして、老舗楽器店の下倉楽器さんがヤマハにオーダーした特別モデルということでございます。しかもですね、こちら使用している材がですね、特別な材でございまして、大御所アーティストの方にですね、保管してあったものを特別に制作していただいたそうです。すごいですよね。ここで少しだけ余談話いいですか。こんな文言見たことないです。 J ギターとかデジマートで某楽器店とのコラボモデルみたいな、なんかそういう文言見たことないですか。僕それがすごく嫌なんですよ。例えばこちらのモデルだったら某楽器店がヤマハにオーダーしたモデルっていう風になるんですけども、なぜ僕はそこで下倉楽器さんって言わないんだっていうことがすごく嫌なんですよ。言えばいいじゃないですか。これは三木楽器さんですよ、黒沢楽器さんですよ、石橋さんですよ、島村楽器さんとのコラボですよって言えばいいんですよ。それ言わないんですよ。なんでだろうと思うんですけども、実はですね、あんまり大きな声で言えないんですけど、楽器業界ってちょっと横のつながりがめんどくさいみたいです。僕はですね、ちなみに楽器業界にはいなかったんで、そういったことが一切ないんですよね。当店のホームページですとか概要欄を見ていただいた方だったら分かると思うんですけども、僕はですね、8年前に脱サラをして今に至るわけなんですが、その前はですね、いろんな仕事をしてたんですね。もう本当多業種でございます。ジュースの自動販売機のルートセールスマンであったりとか、ブランド品を売ったりとか、車を売ったり、そして射出型金型の営業をやったりとか、あとですね、名古屋に錦三丁目というですね、飲み屋街があるんですけども、そちらの黒服をやったりですとか、いろんなことをしてきたので、楽器業界の横のつながりのそういうしがらみみたいなっていうのは一切ないんですね。でもそういうしがらみがあると、例えばあそこの問屋さんを使えないとか、あそこのリペア工房を使えないとか、そういうめんどくさいことは結構あるようなんですよ。ですので、もしかしたら他店さんは某楽器店とかっていうのかななんて、僕の勝手なこれは想像なんですけども、なんかそういうのが僕は嫌だなと思っております。ですので、僕は声を大にして下倉楽器さんのオーダーモデルですっていうことを言いたいです。ちなみにですね、下倉楽器さんって本当すごいんですよ。例えばですね、うちみたいな弱小店がヤマハに行ってですね、すいません、 LL カスタムのアーティストに出すような材を使ったスペシャルモデル作ってくださいって言っても作ってくれないですからね。はい、下倉楽器さんだからオーダーできたんですよ。そういった意味ではやはりですね、その老舗の楽器店さんっていうのは本当に尊敬できる、すごいなと思います。僕もですね、お茶の水に行った時はですね、下倉楽器さんに寄らせていただいております。そこでですね、すごいんですよ、あそこの店。ほんとね、見たこともないようなすごいギターがうわーって並んでて、うわーすごいなーって言って、僕も一、ギター少年に戻ってですね、いつも寄らさせていただいております。皆さんもですね、お茶の水に行った際はぜひ下倉楽器さんにお立ち寄りしていただければいいんじゃないかなと思います。ということで、ちょっとですね、余談話が長くなってしまいました。すいません。はい。ということでですね、こちらの LL86 カスタムをさらにカスタマイズしたスペシャルモデル、一体どんな仕様なのかを説明させていただきますので、ぜひ最後までお付き合いください。では早速なんですけども、このギターのスペック、コンディション、サウンドレビュー、プライス、ご購入方法をできるだけ短くして皆さんに説明します。では早速行ってみましょう。ボディ形状はこちら、ヤマハオリジナルジャンボ。ドレッドノートと比べますと、この肩の部分がですね、やや撫で型になっているのが特徴でございます。
そしてこのくびれの部分がキュッとなっているのがとてもセクシーですよね。このヤマハオリジナルジャンボの形状が大好きだっていう方もきっと多いと思います。トップ材は通常の LL86 はイングルマンスプルースですけども、こちらジャーマンスプルースにグレードアップされております。いかがでしょうか。このキメが細かい美しい材でございます。まるでですね、秋田美人のような大変美しい、そんな表情をしております。そしてサイドバック、高級材ブラジリアンロゾットハカランダでございます。いかがでしょうか。このワイルドの木目、素晴らしいですよね。もう木目フェチの方にもたまらないと思います。最初にもお伝えしましたけども、こちらは大御所アーティストのためにですね、保管してあった材ということで、非常に素晴らしい、この深みのあるこの色合いが大変高級感があります。素晴らしい材を使用しております。ネックもグレードアップされております。通常のアフリカンマホガニーからホンジラスマホガニーにグレードアップされております。シバンブリッジはエボニーです。ブレーシングはノンスキャロップデックスブレーシング、骨太サウンド、ぜひ楽しみにしておいてください。ペグはヤマハのゴールドペグ。ナット幅は約 43.5mm で、薄めのかまぼこ型でございます。太いネックが苦手だという方にもおすすめです。そして装飾でございます。まずヘッドに注目でございます。まずこの月板がハカランダでございます。このヤマハのマーク、そしてトリムにはですね、本アバロンガイがしっかりと輝いております。12フレットには特徴的なインレイ装飾が施されております。続いてボディです。ロゼッタボディトリム、シバン横バックのトリム、しっかりとアバロンガイが輝いております。非常に豪華な仕様でございます。ネックボディバインディングにはメープル材を使用しておりまして、さらに高級感が増しております。ヤマハの最高峰モデルだし、大変豪華な仕様でございます。では気になるコンディションでございます。こちらのモデルはですね、ワンオーナー品となっておりまして、前のオーナー様が大切に扱われてきた、そんな個体でございますので、大きな傷ダメージですとか、そういったものは一切ございません。大変綺麗なコンディションでございます。備品好きな方や新品のご購入をお考えの方にもおすすめでございます。フレットはほとんど減っておりませんので、当面リフレットの必要性はございません。ネックのコンディションも抜群です。まっすぐで元置きもございません。トラスドットにも十分余裕がございます。現行は12フレットの6弦側で約 2.3mm、 1弦側で 2.0mm と適正にセッティング済みで、大変弾きやすい現行でございます。サドル山もまだございますので、お好みで現行調整が可能です。以上のように外見のみならず、プレイアビリティも大変良好でございますので、安心してご購入いただける、そんなギターでございます。ではお待たせしました、サウンドレビューです。ヤマハの最高峰モデル LL86 をさらにカスタマイズしたスペシャルギター、一体どんなサウンドがするんでしょうか。ぜひお聞きください。どうぞ。
がとうございます。いかがでしたでしょうか。まずこの低音から聞いてください。いかがですか。この野太く深い低音しっかりと鳴ってますよね。そしてこの中高音、ありがとうございます。いかがでしょうか。このですね、まず1音1音のこの粒立ちの良さっていうのが非常に弾いてて気持ちいいです。このヤマハならではですよね。この低音から中高音にかけてのバランスの良さ、そしてこの中高音のきらびやかなキラキラっとしたこのサウンド、本当に美しいなと思います。ブレーシングはノンスキャロップデックスブレーシングということもありまして、主に2つの特徴がございます。まず1つはこの低音、非常に骨太サウンドでございます。そしてこのロングサスティーン、このロングサスティーンもこのノンスキャロップデックスプレーシングならではの特徴でございます。素晴らしいサウンド、そしてこの重厚感はさすがヤマハの最高峰モデル LL86 だなと思いますし、そしてこのグレードアップされた材によってさらにまたポテンシャルが上がってるんじゃないかなと思います。本当にアーティスト級クラスの素晴らしい名機だと思います。ではお待たせしました、プライスの発表でございます。こちら2018年に製造されたヤマハの最高峰モデル LL カスタムスペシャルモデル、価格は1496,000円、1496,000円税込みでのご提供でございます。いかがでしょうか。こちらのモデル定価が220万円でございます。それがですね、これだけのクオリティ、これだけのコンディション、これだけのサウンドで150万円を切って149万6000円っていうのは、私的にはかなり魅力的だと思います。ぜひですね、ヤマハの最高峰モデル LL86 が夢だった方、はからんだモデルに強い憧れをお持ちだった方、この動画を聞いて心が震えた方、ぜひこの最高峰モデルのギターで至福の時を過ごしてみてはいかがでしょうか。ご購入のお問い合わせ先は当店の LINE、メール、お電話で受けたまります。在庫状況につきましては概要欄にございますので、そちらの方をチェックしてからお問い合わせください。はい、ということで本日の動画いかがでしたでしょうか。ぜひこの動画の感想ですとかご意見がありましたらコメントいただけますとすごく嬉しいです。そしていいねの高評価、チャンネル登録もぜひポチッとよろしくお願いします。チャンネル登録者数が2万人になった際はアコギプレゼントしますので、ぜひよろしくお願いします。そして皆さんにお知らせがございます。当店ではオットリーヤ公式 LINE 好評配信中でございます。このオットリーヤ LINE では当店に入荷したギターを優先して配信しておりますので、アコギをお探しの方はぜひご登録をお勧めします。こんな方いらっしゃいませんでしょうか。探してたギターが気がついたら売り切れてしまった、悔しい。そんな方いらっしゃると思います。そんな方もですね、もしご登録していただいてお好みのギターが配信された際はお早めにお問い合わせください。もしかしたらゲットできるチャンスがあるかもしれません。ご登録方法は概要欄にございますので、そちらの方をチェックしてみてください。ということで本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。
当店にはですね、まだまだ紹介しきれてないギターがたくさんございますので、今後のおっとりえチャンネルお見逃しなく、ぜひ楽しみにしておいてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。本日もご来店ありがとうございました。お前でチルでチルでチルだからで。